を消しちゃった高校 Y 陣やその延長戦です。 DJ コブロー Bring the beat。 Hey よく君がバターでマジで首の皮一枚が繋がってる状態、上海で乗っていきたい、海外タイムはない攻撃を送る、君じゃ無理なことを俺も信じてあげるけれど、君はそれを真似してくれば長いラップすぐにする、俺そういうのやろ、ただお客さんから無難しなくてもうこいつは蹴る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 、おいおい全然お前は変調気で死んでるだけのビートじゃねえかよ、しっかり乗せることが大事なのにお前はちょっとおろそかに知っている、この BK から BK しっかり楽しんでいくぜ、その落とし方から私がそこすぎるだけで見せてくださなし、いやこいつが真似するなって言ったんだろ、でも真似するけれどそういうところまあしっかりも見せていくんだけの話、ビートはゆっくり踊れるやつだけ踊ってきてよ、ハッハッハッビーボイ踊れよ、こいつのプロダクトだろ、バトル MC の倍速のラブ聞いて上がってるお客さんの方が俺は頭おかしいと思うぜ、全然足りないぜ、これくらいの気合あった方がいいんじゃないかな、これが渋谷のやり方とは言わない俺千葉県民だぜ、パンチョじゃあなんで言ったんだよって思うんだけど、ビートにまたがって無駄なこと言うのおかしくね、おいお前の方がめちゃくそのラッピーばっかりやって昼から駆けもついてこれないんだろ、俺のローカーしっかり俺をビートに、おい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 がまた変態しっかり自分のこの態度見せて弾くだけの話じゃないのかな、ハイとかローとかしっかりビートにはめることで俺は証明していくぜ、手の踊りたくしちゃってるよ君は、この崩し方もうできないのかな、だから三小節目なんて新バスも同じ乗せ方しかできねえ、 Think of what you think of 俺お前知らないか、ごめんなさい本当ダサい、ダサくてもまあ売れたらいいんじゃない、同じフロー着てるのそっくりお前イケてる MC この指止まれ、おいお前たちがところだぜ、俺マイク握ってたこの国のため、俺はマイク背負ってるからまた見せてくすぎる、おい俺はしっかりラブがあるが、この白なまま人に沿ってダブか終了、はいね、まあニルニコさんちょっと判定聞いてみてくださいよ、はい、どうぞ終わりたいと思います、先行キッショットイエーイ、後攻 Y ジーニアス、スクローブラップ、キョロジャンパー、大丈夫ですか、僕ちょっと僕あんま言わなかったんですけど、もう一回聞いていいですか、もう一回聞いていい、もう一回聞いていいですか、うん、はい、先攻キッショット、後攻ワイジニアス、もうだから分かりやすいですね、あのね、ラッパーがキッショットで、はい、今日の、エントリー MC 含めたら観客がワイジニアスで、はい、で、あの人数的には全然ワイジニアスの方が声は大きいなんで、うん、チャンピオンは YG です。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  2017年の8月の28日渋谷アンダーディアラウンジスクールオブラップのグランドチャンピオンシップへの予選、今回も行われました。夏休み最後、忘れ物を取り忘れてるやつは誰かいねえのか、まあ、そこにチャレンジしてバシッと持ってって、10月の15日のグランドチャンピオンシップへの切符を掴んだのがこの MC YG ニアスだ。おめでとう。ということで YG ニアス今何歳？今20歳です。ちょうどじゃあラッシャン、はい、YG ニアスラッシャンスをかっちり握って、でも結局最終的に勝ってりゃ勝ちなんだよっていうところもあって10月15日に挑むんだけど、今日戦ってみてどうでした？自分的にはまだ全力じゃなかったんで、うん、腑に落ちないんですけど、うんうん、まあこっから、まあ、逆にギア2ぐらいで走り抜けちゃったっていう YG ニアス、個人的には今日全試合見てて、このアンサーとあとは、まあ、先行になった時には基本的にはフローで見せつつ、結構パンチラインの言葉選びが全然他の人と違うことも持ってくるから、あとフリースタイル性もちろんあるし、そして決勝戦の2本目3本目延長のパワーアップしてて、まだまだだから本気じゃねえぞこいつ、なんか残してるぜってことだ。10月15日要注目 YG ニアス乗り込んでいくぜ、一言どうぞ。いや、まあ俺はまだこのスケールまだ全然足りないが、なんでかっていうとあんま練習しないから、でもそこからちょっとずつ練習するから見てくださいって感じです。いやいやいや、この後ようやくトレーニング開始してゲームに乗り込んでいくぜ、 YG ニアス10.15 スクールオブラップグランドチャンピオンシップ、お楽しみに。ピッシャー、ありがとう。